まあまあ今日は、渋谷のね公園通り店で収録してるんですけど、はい、本来なら営業中ですが、はい、まあ、この自粛の最中なのでね、はい、もう営業も終わっている、まだ7時なのに営業が終わって、ここから見える景色といえば、はい、パルコもいや渋谷そのものに人が誰もいないっていう、はい、こういう景色は見ようと思っても見られないね、うんうん、だから普段多い街ほど少なくなってるので、うん、まあ、行くなって言われてるからでしょうけど、うん、だから港区とかでいうと広尾とかは逆に人がいっぱいいて、うん、新橋とかはガラガラみたいな。そうだよね。そうなんですよ。今日も僕自由が丘に行ったんだけど15個すげえ人がいて、はい、カフェ入ったら、はい、なんかちょっとお待ちいただきますぐらいの感じそうですそうですになってるので、そうなんですよ。なんか渋谷に出した、そうなんですよ、僕がね、うん、渋谷でこんなに大変なんだからきっと日本中の人が困ってるに違いないと思ったら案外どっこい。そうなんですよ。ちょっと郊外が今、うん、結局出勤しないでずっと家にいるから、うん、昼とか、うん、そのおやつ時にちょっと出ちゃうんですよ。出ちゃう。そうだからランチも、うん、ランチだけは入ってる店だから言ってみれば渋谷が一番安全みたいな感じになっちゃうよね。そうなんです。逆にあの密集してないので、ね、密集してないっていう点ではね、出かけた方がいいんじゃないかっていう、ね、いや本当。三軒茶はどうだよ。三軒茶の方がだからまだ、そうですよね、渋谷より、うん、郊外ですもんね。郊外だからまだいいよね、うんうん、問題は渋谷ですよお店としてはね。お店としてもそうだし町としても、うん、で逆に銀座なんかどうなのかね。銀座は、うん、ゴーストタウンでしたね。もうブレードランナーになるんじゃないかぐらいのだからブランドショップとかは基本的に物を撤去して、うん、もう箱を見せてるっていう感じですね。ウィンドウで、あ、もうウィンドウショッピングできる感じではないの。ないし、で、うん、の中覗いけるような店とかっていうのはもう基本的にその重機だけが置かれてるような状態で、うん、で中見られたくない店はもう目張りして、うん、目張りっていうかもうあのビニールの、半透明の、半透明のやつ、ゴミ袋を広げたようなやつ、そう、それで貼ってるの。貼ってますね。もう銀座じゃないじゃん。銀座じゃないですね。もうアップルストアも、うん、アップルストアは目張りとかなんかしてないですけど、うん、ガラーンとしたものを見せてるあ、物が置いてない。何も置いてないです。もうあのここに電源が出てて、うん、ここに刺すっていう風な、うん、重機は置いてある。緻密にこうあのセッティングされてそのなんてか コード抜かれたコードも、もう外されて、うん、コードが出る穴とかだけが残されたものがこう、うん、あの均等に配置されてるっていう感じですね。だからでも歩いてないですよ、うん、だからまあこのラジオもやるたびにちょっとどうなるのかねって感じだよね。あ、そうなんですか。自分はもうやるもんだと思っていやいや、ラジオはね、いいとしても、うん、あ、内容、内容っていうか本当にほら、まあ、これバラしちゃうとさ、はい、あの3週に1遍撮ってるじゃん。はい、サボ撮り、サボ撮りこんなことしてていいのかっていう感じだよね。毎週やらないと。そうなんですよ。それは僕もした。もうちょっと話が、うん、ずれてきちゃう。ずれてきちゃう。そう、それはね、うん、なんかね、最近 YouTube 見てても、うん、取りだめしてる人たちの動画は、うん、いつまでこう能天気な動画を配信してんだろうっていう風に結構配信してる方も、うん、ちょっとどうなんだろうなと思いつつやってんだろうなって思うんですよ、うん、だから本当平和な、あと雑誌、うん、コンビニ並んでる雑誌も、うん、お前いつ能天気な特集お花見特集じゃないけど、そうそう、能天気な特集を、平和な時代の特集をが新刊で、まあ5月号ぐらいになってやっともう全部コロナになってるみたいな。そうそうそう、今は完全に、うん、入校終わってるタイプだから。そうそうそう、春のなんかいろんなお店の特集とか、いや全部やってねえからみたいななんかもう、うん、あのそういう春にお出かけでこういうお店に行って食べようみたいな話になっちゃって、いやもうテイクアウトしかできないんじゃないぐらいの、うん、まあ、テイクアウトできるだけいいよねっていう。だからこのラジオも
もうこんなねまとめ撮りなんかやってる場合かと。そうなんですよ、3週間後には何も変わってる、うん、変わってるからね。そうなんですよ、それはね、いやそう思う。だから今日 もうそんなに撮らなくていいよ、ね、なるほどね、2本ぐらい撮って、うん、だってもう5月の6日までが一応さ、はい、緊急事態宣言 で、 そうです、ね、5月7日からは、いや本当に5月7日からなんか経済も全部戻って回復すると思ってる人いるからね。ないですね、まあ、ないでしょ。ないです、うん、それどころか、まあそういう期待もしつつ、うん、いたところ、うち今僕がの会社、うん、勤めてる会社のビルの向かいが、うん、軽症者の収容、まあ、ホテルなんですよ、うん、ホテルがもうそれの施設にしちゃって、うん、そうますますね、うん、まあ空気感染するわけじゃないからね、うんうんうん、うちはまあ関係ないんですけど、うん、お店屋さんとかがあって、うん、今閉店して、うん、休業してるんですよ、うん、でも開けて復帰したってその施設がある以上はね、継続したらもうそんなの誰もお客さん来ないじゃないですか、うんうん、そうね、そういうのも特に多分説明もなく、うん、ある日突然ニュースで見て、うん、あそうなんだってなって、うん、でも次の日には普通にバンバン運び込まれてて、うん、まあだけどやってる人たちはもっと大変だから、うんだね、なんか言えないし、うん、そうホテルの人たちとなんか保健所が共同でなんか運営してる感じなんで、うんうん、まあ要はホテルの人たちだってそれで国からお金が入ってくればね。あ、そうで多分その中でもやるって手を挙げた社員にやらせてるんだろうなとは思うんですよね。まあだからそういうのも見つつこれはしばらく、いやそうですよ、だから5月7日これ今日これいつの放送なの、今週来週でしょ、だからそんなもうさ3本撮りなんかしてたら状況変わっちゃってて、いやもう絶対言うと思って、うん、長いの1本とかになるのかなとか思いつつ、いやそうよ今日、うんうん、じゃないと本当5月の来週つまり7日以降、はい、ゴールデンウィーク明けて、いやこれどうなんのっていう、まあどうもならないと僕は思ってるけど、そうなんですよ、うんうん、だけどこれどうもならないっていうことがみんな分かった時にはどうかなっちゃうよね。分かってないんですかね。分かってないでしょなんて、うん、今は今だけちょっと辛抱しようっていう風に になって、いつまでだからいつまで待たせんだよっていう、あのほらうちなんかでもさちょっとオーダーしてからもうどんだけ待たせるのって突然怒り出すお客さんいるんだよ今。えこの状況とかで、いやこの状況じゃいつも豆彦でって、それと一緒だと思う。あそういう穏やかな、開けるって言ったじゃないかみたいな、まあね、あの後開けるって言ったから我慢してたのに開けねえなんてどういうことだよっていう、開けねえで思ってるんですかね。いや開けないと思ってるから今、いやだから逆に今の人はあれじゃないの、今ちょろちょろ歩くと5月7日に間に合わないから、はいはいはい、今はとにかく一歩も全員出ないで、はい、そうやって5月7日はみんなで笑顔で朝日を迎えましょうっていうことなんじゃないの。うーん、いやそうとしか思えないでしょだって。そうなんですよね、うん、根拠を見つけようとして多分ずっとみんなネットとか見てるんでしょうね。そう、自分なりだ、そうそうこれだみたいな自分なりのねよりどころのねなんか説をね、そうそうだと思うよ。だからまあいやそういう意味で言うと豆彦もこのままこんな街が続けばもう渋谷がどうだの、はい、公園通り店、今解体中の公園通り店から、はい、お送りしていますって、そんな3本撮りの時にオンエアしてる時には、まあ、そうもう解体中ですみたいなないないっていうことが十分あり得るからね。あり得るんですよ、うんうん、まあっていうことで、まああんまりほらこのラジオでは、はい、時勢の、ね、そう時勢のことは喋らないと言いつつも、こんなにも時勢が変わってた、そうなんですよ、話題にしないでも不自然っていうね。うん、そうなんです、逆に昔撮った過去のやつ流してると思われちゃうもんね。確かに確かに、あ再放送ね、そう一昨年ぐらい撮ったやつをしれっと流してると思われても嫌なので、うん、そうですね、うん、はい、で今日はレスイズモアについて、
そうなんですよ、うん、そういう、あれ処女作ですか。そうですね、処女作、そうですね、処女作にだと思いますね。うん、うん、まあ、なんでそれにしようかと思って、うん、まあ、僕はそのレスイズモアという言葉自体はすごい好きなんですよ。ああ、そう。そうです。で、井川さんのやってることは、うん、そのやってることはその通りだなと思うんですけど、うん、井川さん自身は全く逆の人じゃないですか。うん、モアイズレスってことだ。うん、まあ多分何回か前にも井川さんって過剰ですよねって話をしたのって、うん、もう、うん、まあ、まさにそういう話で、うん、レスイズモアなんかじゃないよね。そう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 。うんうん、なのに、うん、あ、やっぱこの書作はこのタイトルなんだっていうふうに、うんうん、まあ、ちょっと思いまして、うん、そう、なんでそれだったのかなっていう。まず、あの、ほら、知らない人に言うとね、僕は小説を今書いていて、はい、その小説のタイトルが Less is More っていうタイトルで、はい、書籍化してるんですけど、まあ、短編小説ですけど、はい、まあ、その小説を書いた話はちょっと置いといて、レスイズモアっていうのは、だからレスだから少ないっていう意味だよね、はい、より少ないものはモアだからより多いって直訳するとそういうことで、はい、そうですね、うん、少なく、ものが少ない方がより豊かなんだっていうような、はい、まあ、ニュアンスなんだけど、はい、僕が考えてることはもちろんそういう感じでね、はい、煩わしいことは、はい、なくした方が人生は豊かだっていうね、はいはい、そういう意味では僕レスイズモアっていうのは僕の心情でもあるんだけど、はい、僕自身は過剰だからね、はい、レスじゃあお前もうちょっと黙れよとかもうちょっとそんなガチャガチャすんなっていう、僕の多動性はモアだからね、はい、モアイズモアっていうね、そうですね、モアイズモアっていう、 っていう感じのね、感じだけど、うん、まあ、なんていうか、まあ、あの小説読めば、まあ、それのタイトルっていうことが中身の種明かしはまああるんだけど、はいはいはい、どういうことかね、やっぱりもっとシンプルっていうか、その僕がもし過剰だとすれば、はい、世の中が間違ってるからだと思うんですよね、うん、そうですよね、うんうん、だって間違ってると、間違ってるから黙っていられないと、黙っていられないと間違ってるから、間違ってる、間違ってると、炭鉱のカナリアって言葉がありますよね、はいはいはい、つまり炭鉱に行って一番危険だと察するのはカナリアだからね、はい、だから僕がピーチクパーチクうるさいのはここが炭鉱だからですよ。なるほどだから本来は泣かずにいられるなら泣かずにいたいと思っていて、はい、もうどんなとこでも泣いてんだろっていうご批判はね、はい、僕は反論したいのは、はい、泣かずにいられるなら泣かずにいたいよって思うよ、うんうん、それはだからお店を始めた時には、うん、お店で分かってもらえるっていうはずだったんですよね、うん、そうなの、うん、お店をやった時にはこれだけ分かりやすくお店っていう形で具現化すれば、うん、当然分かってもらえると思っていたし、なんかそれの逆の方向に世の中が進むとは思ってなかったんだ。まあそうですよね、うん、なんかなんて言うんだろう、僕らが育った、まあなんて言うんだろう、僕らがいた、例えばお店が始めた15年前は、はい、そのもうちょっと年配の人、はい、今でいう80ぐらいの人かな、はい、まあ、まあ80ってことないか、今の70いくつの人が現役にいたわけだから、はい、まあその人たちがいなくなって僕らが本当に世の中を動かすような40代とかになれば、はいはいはい、もう当然僕らの考えみたいなものがマッチングして、はい、もっと世の中は自分とマッチすると思っていたからね、はい、それがこんなに乖離してると感じちゃう方に
行くんだっけっていうところからだよね。うん、なんでなんか海外の人から見た日本の良さってエスイズモアみたいなところじゃないですか。そうだね、うん、あその日本らしさとか、まさにうん、ジャパニーズガーデンっていうものはレスイズモアだもんね。そうですね、うん、なので、まあ、例えば何でしょう、まあ、無印良品とかが世界で受けてるのとかも、うんうんあれもそうある意味ねレスイズモアっぽいレスイズモアっぽいそのところだったりとか、うんうん、まあユニクロもそういうものがあるじゃないですか、まあね、受けてるとかじゃなくてちょっと日本っぽさってそういうところにあるじゃないですか、うんうんうん、なんかその無名性、まあ、無名性は今回関係ないけど、うんまあ、とにかくシンプルにするというか、うんまあ、寄り添いでいくとか、うんまあ、ちょっとカーブなんだあの歌舞伎じゃなかったちょっとなんだっけ浄瑠璃じゃなかったなんかなんだっけ絵です浮世絵か浮世絵とかは、うん、ちょっとレスイズモアって感じじゃないですけど、うんまあ、水墨画とか、まあ そ, うだね、そういうのはね、うん、そういうものだし、うん、つまりデコラティブではないよ ね, そうですね日本っていうものが、うん、だからレスイズモアっていうまあ、僕はミニマリストがいいとは思ってるわけじゃないから、はい、何もかも断捨離で、はい、もう必要最低限でいいんだって、まあまあ、例えばミニマリストだとか必要最低限なのがいいっていうのは、まあ、今思いついたことだけど、うん、要は大量消費時代に対してのアンチテーゼじゃない、はい、とにかく物がいっぱいあった方が豊かでとにかくどんどん物を作ってどんどん物を売るんだだから貧しい、はい、物を持っていない持たざる者が不幸で持っているものが幸せ、はい、でもまあ持っていたことによって逆に不幸せになってるっていう現状を多分レスイズモアっていうのは歌ってる、うんうん、あそんなに物を持つっていうことにまあ言ってみれば資本主義行き過ぎた資本主義へのアンチテーゼでもあるよね、うん、だからそういう意味ではレスイズモアっていうタイトルを僕がしたことのこじつけって言えばやっぱり豆彦ってのはアンチ資本主義だからね、うん、アンチ資本主義っていうかアンチなんていうかでも行き過ぎたってバランスが悪いっていうことに対するアンチなんだよね資本主義が悪いとかだから共産主義になった方がいいとか言ってんじゃなくて、はい、バランス世の中は全てバランスなんだっていう東洋主義なんですよ、はい、そうですよね、うんうん、だから合理的っていうのは理にかなってるって意味なんであって、うん、とにかく金にならないことはやらないっていうのは合理主義だと僕は思わない、うんうん、だけどそれが何かこうなんていうんだろう風が吹けばおケアが儲かるっていうかね、はい、まあ豆彦で学んだことだけど、はい、なぜ豆彦が潰れないのかっていうのはその決算書には現れないなるほど、うんうん、決算書だけ見るといやもうちょっと明るい経営してください社長って言われて、はい、でも店員以下僕らは常に明るい、はい、っていうねこれ以上明るい経営はできないんだけどなるほどだけどもうちょっと決算書を見た銀行や、会計士の人はみんなでいや社長夢は大事ですがもうちょっと明るい経営をしていただくといいですねって言われちゃうわけよね明るい、うん、それなんですかその金融業界のなんか言葉なんですか、うん、まあ端的に言えば借金を減らして現実借金を減らしてはい、はい、もっと資産その貯金を増やす、はい、そうすることで明るい未来が描けるからなるほど明るい経営というのはそういうことです、うん今のままでは借金ばっかりやってあ放満経営だと思われてますねいやもうだから全く明日何か起きたら倒産しちゃう、うん、真っ暗闇な経営ダーク経営ですよ、うん、でもそれはなんで俺たちは明るいんだから何がこれ以上明るくってなんどうしたの歌でも歌えばいいんですかいやいやそういうことじゃなくてっていうね、はい、これはだからさなんて言うんだろう
まあよくは言われてることかもしれないけれど、貧しい国の子どもたちの方が笑顔が多くて、まあそうですね、うんうん、いわゆる豊かと言われるような先進国の子どもたちの方が笑わないとか、はい、エリートとかが住んでるような地域の人たちの方が夫婦関係がうまくいってなくて、はいはいはい、案外下町の人たちの方がみんなで醤油や味噌を貸し借りしてるようなところの方が幸せと感じている人が多いとか、はい、そういうことにも通ずるよね、うん、それで、まあ話戻すわけじゃないけど、危機といえばこれ以上の危機ないわけじゃないですか。あ、今そうです。あ、いや、そうです。それ、うん、それで銀行は何て言うんですか、明るい、いや明るかったんですね実はみたいな。いや、だから悪い、常に明るいわけだからね、はい、僕らは、はい、だからこういうふうに、まあちょっとした危機、天災ですよね、はい、こういうことは天災においてもまだまだ明るい、うん、だからまあその決算書的には、まあ、なんて計算で見れば貯金がなく借金だけがあって売り上げが全く立たない、はい、明るい子供が計算してもね、はい、日を見るより明らかっていうか、はい、あのお店を作った時の借金はまだたっぷり残っていて、はい、貯金を作るところじゃない、自転車操業で、はい、なのに、公園通りのお客さんは今日も8人、昨日は10人、土日はもう4人という世界に突入してるわけじゃん、はいはい、これはもうさ、ラジオなんか撮ってる場合じゃないよ、ね、うん、まあそうですよね。普通に考えればもう何、金策に出るなのか、もう店を閉めるっていうことの準備をもうしていくことなのか、はい、だって店を閉めれば借金だけが残るから、そうですね、もう、家がね、はい、もう俺の家も取られちゃうとか、はい、なんかもう子供は路頭に迷って、ね、競売にかかっちゃうとか、はい、なまあまあそんなんあるわけでしょ、はいはい、でも明るい、明るいっていうのはね、頭がおかしいと思われてるか、うん、まあ本当にもうぶっ壊れちゃってるなのかわからないけれど、やれちゃったと、うん、だけど何を言ってるんだと、はい、僕らはそのなんて危機っていう危機にある状態が、はい、に打ち勝ってきた人類の子孫だからね、うん、そうですね、そう、うん、ウイルスごとき何を言ってるんだとウイルスとは戦ってきたんではない、共存してきたんだっていう意思を持ってね、はい、そのメッセージを胸の奥に、はい、ちゃんとこう潜めたまま僕は今日も明るく生きてるわけよ。なるほど。だから何にビビってるの、俺には全然わかんないよ。まあ世の中がですよね、うんうん、だからまだ希望、完全収束するっていう希望を抱いてるんでしょうね。あ、だからつまり今は一時的にこうなってるけど、うん、元に戻るから今は我慢みたいなっていう人もいるし、うん、いやもう元に戻らないと、さすがにもう元に戻らない、だからはもう日本終わった、日本沈没だ、うん、ね、日本沈没論っていう人たちもいるでしょ、うん、で も日本が沈没しても僕は沈没しないよっていう、うん、なぜなら木の葉はね、はい、池の上に浮かんでる木の葉は軽いがゆえに沈まないんですよ。そうですね、軽いんですね、軽いんですよね、つまりレスなんですよ、レスですよね、うん、レス、ライトなんですよ、ライト、だからその軽さっていうことがこれだけ世の中の変化の中ですごく大事なんじゃないかなと思っていて、うんうん、その軽さが大事だっていうことをしつこく言ってるからね僕は、うん、軽さが大事だとちょっとトゥーヘビーにスピーチしてるけど、うんうん、気持ちはやっぱり
ライトでいるってことが自由を保つすごく大事な秘訣なんじゃないかなと僕は思う、うん、確かに、まあ、ノリが軽いっていうことを、ね、うん、深刻に受け止めないっていうことですからね、うん、だからお金をたくさん持ってるとか、はい、まあ分かんないけど大きな会社の何かしがらみにあるとか、そういうのはまあそういう中でも今日もね戦ってる人たちは本当に頭が下がる思いだけど、はい、もう僕としてはそういう意味では本当によらば大樹の影じゃないし誰も守ってくれるね、まあ、大きい企業とかに属したことはないから、はい、極めてレスライトでいて、それのことをなんて言うんだろう、あ、ちょっと今思ったけどね、うん、僕ね今なんでそう思ったかってね、はい、今分かった、僕ね高校がね、はい、ものすごいマンモス校だったの、まあ、そうですよね、うん、日本1位とは言わないけど俺らの時にクラス1学年35クラスあったのよ、うん、だから1学年1500人近く、日本一ではないですね、いや分かんない日本一かどうか、もっと大きいのがあるのかもしれないけど、まあ、あの当時は本当に全校生徒なんて、うん、あのもう何卒業証書、卒業アルバムってのだけでこう、なんかこんな大辞典みたいな、はい、そうですね、広辞苑みたいな感じぐらいあったから、はい、すごくマンモス校にいたっていうことが、はい、多分なんかこの大きいものっていうのは非常にその小回りが利かないことの危険性っていうか、大きいもののリスクっていうのを高校の時にすごく感じたのかもしれないね、だから あれが麻布だとか少人数の学校に行ってたら違ってたかもしれないけど、高校の時にものすごい大きいところにいて、この全く目の行き届かないこのなんかザルみたいなものを見ちゃって、それ以降はもう徹底してちっちゃいとこにいるもんね、まあ、それはね、うん、その大きいもののなんていうか、そのちょっとか、感覚が違うんですけど、僕も大学がマンモス校、うんうん、マンモス校だよね、そう、まあ、学生数だけで言うと日本で2番目だけど、うん、その一番の大学っていうのは学部ごとにキャンパスが違うので、まあ、日大だからね、そう、まあ、事実上は一番なんですよ、そう、もうほぼ同じところに、うん、いるよね、もう、うん、高田のババあたりに、そうそうそう、やたら人がいる人がいるっていうね、そうそうそう、そういう ところにいたんで、うん、全然目行き届かないでしょ、いやもう、うん、あの学校なんて放置です、放置です、ね、置ですあの授業抽選ですから、あ、もうお金払ってるのに好きな授業を取れるかどうかは、うん、あの抽選もう人気のあるところはもう本当に、うん、あの落ちちゃって、うん、で残り物から選ばなくなるんで、うん、もう最初から危ないやつには入れないか、うん、そのもうあえて攻めるかとか、もうそういうそういうことだね、そう、しかもおかしいじゃんそれって、そうなんです、もう入って一番最初衝撃受けて、うん、あ、大学ってこんなんなんだと思ったけど、だって好きに入った大学がね、そう、狭き門として一応入ったのに、その入ってからも狭き、そうですそうですで、その授業もその内容とかも、あのサークル、うん、授業科目登録のマニュアルを出してるサークルがあって、それは学校周辺にある本屋で売ってて、それ500円出して買って、うん、あの対策です、まずその授業科目登録に、うん、作戦をみんな考えるんですよ、うんうん、どうやったら自分のこう、うんうん、授業のこうカリキュラムをうまくコーディネートできるだろうみたいな、うんうん、いや普通にこうシラバス読んで、うん、面白そうな授業にずっとやってたら、うん、全部落ちたら大変なことになるんで、うん、っていう、これすごいなと思って、大きいことの弊害だね、そう、うんうん、まあ、逆にだからそれによって小さいところで世話焼いてもらおうとかって思ったりとか、小さいところの方がいいとかってわけじゃないけど、うんうん、まあ弊害というか、まあ、大きいところってこんな感じなんだったら自分は小さいところの方がいいのかな、そうだね、うん、だから大きいところは、あ、こんなんなの嫌だなっていうのは高校の時に強く思ったのかもね、俺高校1年で本当入学した直後に、あ、しまった、こんな学校に入っちゃった、もうどうやってやめようって考えてたからね、うん、うん、
そういう意味では大きいところにいる人の気持ちっていうのかね、そういうのがあって、自分はとにかくちっちゃいところで小回りよくやっていこうと思っているけれど、まあ世の中だから、そういう意味では日本全体が大きくなりすぎちゃった。あ、まあそうですね、うん、まあ国の人口っていうよりはなんとなくいろんなことが大きくなりすぎちゃって、やっぱりなんか小さくやる、逆に言うと理想の高いクオリティの高いものをやろうとしたら大きくやるのはできないんだっていうことに、まあ、お店も含めて気づいちゃった、うん、それがレスイズモアかもしれない。